あ、ありがとうございます。オリオンビールうまいっすね。じゃあお疲れです。餃子を2つ2人前お願いします。みんなが見たい、ちゃんとお店に行く、台湾人が行きたいお店にちゃんと行ってるから、うん、あのスシローに行ってみたとか、ね、牛丼のお店に行ってみたとか、美味しいもん。美味しいですよ。ラーパンにゃんも飲みますか？今仕事中。サントリーと比べたら、サントリーも美味しいけど、オリオン結構そう、なんか最近また美味しくなってる気がするんだよね。なんかもっと台湾ビールっぽい感じのイメージ。もっと薄いイメージあるよね。ああ、台湾ビールと比べると全く違う味。全く違う味。前はもっと似てた気がする。今度沖縄行くんで行ってもいいよ。練習ですね。いつ行きますか？ここ何を全部、それはミラーレスで家で固定するよ。これは旅用、これは沖用って3つ役が分かれてる。え、今どのカメラ使ってるんですか？あれ顔がつて、ちょっと待ってね。え、マルコさんのあのガジェット教えてほしいです。台湾マルコ、いや、めっちゃいいやつ使ってるじゃないですか。使ってないよ。ボロボロのキャノン。ボロボロのキャノン。マーク3にあれですか、買い替えたいですか？いや、すぐがいい。壊れるまで、ほら、ボロボロ。ちょっと待ってね。
落としたんすかそれ。そう、原住民の村で踊ってて落とした。いや味があっていいっすよ。これちゃんと閉まんない。前も閉まんなくなってるんだ。やばいやばい。じゃああれっすね、1万人記念に買って買って。俺が俺が買って買って、待ってる待ってる。 G7X Mark II を使ってるマルコさんです。いやマジで動画マジでいいっすよ。ちょっといいっすか。いいっすか、わからん。あ、これ使ってるから手ぶれも少ないのか。あ、やっぱ僕の好きな色味なんすよ。あ、それか、熱いうちに食べてください。食べたい。ちょっと撮影、使わなくていいんだよ。いいですか。使ってくれたら嬉しいですよ。あ、いいよ。あっ、うん、めっちゃ胡椒効いてる、美味しい。まあ一緒、日本人好みのちょっと味比較鮮一点的。还有可以和啤酒喝的东西。日本帰ってきたみたいな感じするでしょ。やっぱ餃子とビールが一番。しかも焼きね。水餃子も美味しいけど焼きね。あのビールには焼き。焼き。水餃子は違うと違う。水餃子はね。クラフトビールにはいいかもしれないけど、こういうビールの乾杯スタ使います。マジこのカメラいい。本当？なんか味が出ますよね。軽いし。しかも取ってる感がないから。取ってる。あ、取ってる感。取ってる感じ。ゴロゴロだし。筋トレ食べるみたいな。私は台湾のすする TV になりたい。分かる分かる。俺もデブル TV って言おうかなと思って。パクろうかな。私はちょっと太りたくない。いや素敵じゃないですか。あんだけ食ってて太ってないっていうのが素敵だな。しかも普通にかっこいい。めっちゃかわいい顔してますよ。かわいいよね。めっちゃかわいい。俺一回誰かにすする TV のでかい版って言われてさ、なんか嬉しいけど嬉しくない。なんかどっちだろうみたいな。すする大好き。そう、あのガーリック好きそうな投稿をしていたので。ガーリック大好き。いただきます。キクラゲだ、キクラゲ。いいっす、いいっす。マルコさんの口に合えばいいですけど。ジブリおじさんが今私の中で一番熱いです。